僕の余命はあと1年なのだ。不治の病なのだ。あう、死にたくないのだ、死にたくないのだ。もっと死ぬべき奴はいくらでもいるのに、どうして僕なのだ。ズンダモン、落ち着いて、最後まで精一杯生きようよ。お姉ちゃんに僕の気持ちはわからないのだ。お姉ちゃんは健康で、金持ちで、美人なのだ。その上優しくてかっこいい旦那さんがいて、かわいい子供までいるのだ。僕は貧乏でブスで独身で未だに実家暮らし。本当のことを言うとまだ処女なのだ。ズンダモン、あまりに惨めなのだ。もうお姉ちゃんには面会に来てほしくないのだ。あう、処女のまま死にたくないのだ。ズンダモン。ただいま。お帰りなさい。どうした、紬。暗い顔して、何かあったか。うん。ねえ、流星、相談があるんだけど。本当にいいのだ、紬？うん。本人も了承してるから。ありがとうなのだ。うん。それじゃ、アーシは外に出てるから。じゃあ、始めましょうか、ズンダモンさん。お願いしますなのだ。なるべく優しくしますけど、痛かったり嫌だったらすぐ言ってくださいね。はい、なのだ。ズンダモンはアーシにとってたった一人の妹です。かけがえのない大切な妹なんです。